全てが終わるまで中に入れるな。しかし王の命令だと言え。はっ。ネイラ王妃を捕獲いたしました。よし、監禁しておけ。はっ。リリア姫が数人の友を連れて裏門の方へ向かっております。あと大阪おりますが、いかがいたしましょう。よし、取り囲んで逃がすな。俺が直々に捕まえてくれるわ。ついてこい。はっ。申しますには黒騎士は切られても死なぬそうでございます。バカな、魔族が取り付いているのやも。一時南の出城にお移りを。しかし母上と父上がまだ。私は戻るぞ。いけませぬ。お二方の部屋までも黒騎士が溢れております。離せ。二人に合わせてやる。ただし北欧はもう物言わぬがな。お前はリルク。父上はどうした。そうせくな。そこをどけ。中で何が起こっているんだ。王の命令だ。通すわけにはいかん。くそ、拉致があかん。無理にでも通るぞ。どかぬと怪我をするぞ。何を騒いでおる。あ、リリア様、ご無事で。お前たち、父上の命が聞けぬというのか。いえ、そのようなことは。私どもは姫様がご無事であれば。しかし城奥の方で火の手が上がっておりますが。あ、ぼやがあったらしいな。しかしもう消し止めたと聞いておる。はっ。もう夜も遅い。帰って休むがよい。あ、しかし私の命令も聞けぬというのか。いえ、それでは仰せのままに。何？やはり魔の者か。ならば頭ではどうだ。何をしておる、小娘一人に。ディリク、貴様。魔物兵のくせに情けない奴らだ。助けて。姫、お待ちなさい。リリア様、これを。母上。おお、キリコ、なんとかしてくれ。リリク様をお話しくださいませ。リリア様。誰だお前は。お母様をどうするつもりだ。姫様におとなしくしていただければ何も。母上を離せ。したもないと。リリア。どうぞ、私は構いませんことよ。何。おい、キリコ。情けないお姿ですわよ、リリク様。リリア姫、リリク様を刺せば私もレイラ様を。キリコ、お前。私はどちらでもよろしくてよ。賢明なご判断ですわね、姫。リリア。キリコ、お前。本当にどちらでもよかったんですのよ。くそ。これで俺はルーフェンの王だ。お気に召したみたいですわね、ディルク様。私も手をお貸ししたかいがありましたわ。
それは本心か？何かお疑いでも。お前はあの時よろしゅうございますか。お前は魔王様の使いサンドでございます。で、何の用だ。魔族の王の言葉を伝えに参りました。うん。お約束の代価をお支払いいただきたく。うん。何だ約束の代価と。お忘れでございますか。さあ、何かあったか、キリコ。はい、魔王様よりお力をお借りする代わりに差し出すとお約束になりました聖なるエナジーでございます。おお、そのような約束をしたか。約束を法になさると。覚えておる、覚えて。少しザレ言を言ったまでだ。ディルク様、魔族にジョークは通じません。わかったわかった。どうすればよいのだ。聖なるエナジーは人が堕落した時にその体から抜け出す清い力にございます。ほう。人間にはそれぞれに魂の核がございます。聖なるものを貶めた時、その落差により大きなエナジーが引き出せるのでございます。俺のはやらんぞディレク様からこれ以上どうやって。どういう意味。魔王様はリリア姫のエナジーをお望みにございます。リリア。なるほど、リリア様ならお一人でこの国全ての女のエナジーと同じくらいのものが引き出せましょう。そんなにか。姫はこの国一尊く気高い魂をお持ちです。どうすればよい。リリク様には簡単なことでございます。リリア様をみだらな女に貶めればよいのです。さすれば清い魂にしか住めぬエナジーは自然に弾き出されます。しかしそんなものを魔王は何にする。聖なるエナジーは我ら魔族の力の源でございます。ディリア姫のエナジーを魔王様が取り込めば大国ザクセンを人の身にすることも。ほう。期限は一月にございます。次の新月の日までにエナジーを全てお引き渡しいただけなければ、ディルク様のお命を代価とさせていただきます。それではまず7日後に伺いますので、ご用意願います。おい待て。では明日よりリリア様の調教を始めまする。あとはディルク様次第でございます